テレテテン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 。めっちゃ雪国、めっちゃ雪国でございます。どうも皆さんこんにちは、滝沢勝也でございます。どうも皆さんこんにちは。本日の動画は毎年恒例の、新年の挨拶動画でございます。私がこの動画を撮影しているのは2019年の、1月1日になりまして、まあ、いわゆる2019年の元旦ってやつでございますね。皆様、2019年新年明けましておめでとうございます。元気しておりますでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。滝沢勝成はとっても元気でございます。今年も1年、滝沢勝成をアフタービートギターチャンネルを、歌いそう。ぜひ今年も1年よろしくお願いします。わーっていう、そういう、恒例の新年の挨拶動画でございます。まあね、あの挨拶がてらね、また今年もベラベラといろいろ喋らせていただこうかなと思うんですけれども、まあよかったらお時間あれば、ぜひお付き合いいただけますと幸いでございますということです。いやー、雪雪国です。マジむちゃむちゃ寒いです。去年なんか雪降ってましたけどね。あの去年すげー吹雪いてたじゃないですか。この辺の地域ね、そんなに、ね、あの雪降らないんですよ。けど雪降らないんですけど、今日っていうか今年、今シーズンと去年のあの動画を撮ってる時が珍しくすげえ大雪で、これちょっとね、あの珍しい景色でございます。すごい寒い。マジ本当半端なく寒い。まあそれはさておき、2018年いろいろね、あった中でですね、2019年を無事に迎えることができましたよ。なんか2018年の動画、去年のその挨拶動画をご覧いただいた方がまあほとんどかと思うんですけれども、まあ去年のその挨拶動画の中で僕が、その、なんかお店を始めるとか、なんか結婚するとか、その話してたじゃないですか。本当ね、その通り、2018年の3月から、歌いストカフェという、お店を持つことになり、2018年の9月に、おかげさまで無事に入籍を済ませまして、既婚者となりまして、わーっていうのもあるんですけども、それ以外の部分でも、やたらとですね、大変なことがたくさんありまして、本当もう毎日毎日、なんだろうな。なんかもう訳がわからないうちに、訳がわからないうちに2018年が終わったという感じです。まあね、あ、すごい、毎日毎日いろんなことね、してね、すごい楽しかったんですけども、本当もう言葉通り、訳がわからんうちに終わったっていうのが、正直なところです。ワンワン、はみ出す、ワン、訳がわからないうちに1年が終わってしまったっていうのが、本当に正直なところでございます。まあ去年の2018年の1月2日かな、この辺で動画撮っててね、まあそのやっぱお店のこととかもすげえ不安だったんですよ。なんかすごいこのやったことないことってやっぱ怖いじゃないですか、ね、すげえお金もかかるし、だからこれもどうしようかな、大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ無事に、2018年を、特に借金とかすることなく何かを滞納とかすることなく、普通に乗り切れることができました。わーっていうね、皆様のおかげさまでございます。ありがとうございます。まあそんなこともそんな困難もありつつ、でちょっとね、どうしようかな。先に書き初めの方、発表しましょうか。書き初め、今年も書き初めをしました。ズババババ。去年はなんかね、風が強くてうわわわとやってましたけども、今年は普通に風がないんで、そのまま広げることができそうです。こちらズババ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 ン、見えるかな。全力で俺っていう書き初めになりました。全力で俺、ババ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 ン。まあこちらどういう意味かと言いますと、2018年中、まあいろんなね、仕事をしたりとか、いろんな、動画作ったりとか、なんかこうイベントやったりとかして、まあいろんな経験をすることができました。おかげさまで。それまではね、その僕は2017年中まで週に4日、あのギター教室のギターの先生として稼働してて、で、その週に4日行ってるのが4週間あったから、4×4 で16日間、月に16日間、そのギターの先生として稼働しているということになってたんですよ。なので月の半分ぐらいは、ギターの先生やってたわけですね。で、2018年になって自分のお店でレッスンするようになってから、半分になったんです。週に4日、のギターの先生の稼働日が月に2回しかないんで、まあ月に8日間、16日から8日間になったわけなんです。で、そのレッスン日をめっちゃ減らして、まあ他の仕事をやりたいなと思って、まあそのライブだったりイベントだったりとか、なんかそんなことをやりたいなと思って、
まあ、減らしたんですけれども、おかげさまでなんか本当に毎日毎日いろんなことをやりながら、気づいたら終わったって感じなんですけれども、でもなんかね、そのやりたいことはね、まだまだたくさんあったんです。本当はやりたいことはね、本当に実はもっともっとたくさんあった。でもそれをね、ちょっと言い訳っぽくなっちゃうんですけれども、なんかあんまりやっぱ時間が取れなかったりとか、あとその時間が増えたことによって、ね、そのやりたいことがどんどん消化できるかと思ってたんですけれども、なんかやりたいことをやればやるほどさらにやりたいことが増えていくみたいなところがあって、なんかこう正直なところ、なんかこう雑多な感じっていうんですかね、なんかこうまとまりがないというか、なんか訳が分かんなくなってしまったところがちょっとありまして、なんか大事なことがね、少しおろそかになってしまったりとかしたところがあると思うんですよ。例えばそのこのチャンネルのね、動画更新が滞ってしまったりとか、まあ歌いそうのチャンネルの動画更新が滞ってしまったりとか、なんかライブの活動がね、滞ってしまったりとか、そんな感じでそのやらなきゃいけないことみたいなのがね、結構おろそかになってしまっていて、ちょっと、なんか目の前のことにいろいろこう囚われすぎて、なんか雑然としてしまったところがあるような気がするんです。なんで2019年はですね、もうちょっとこう腰を据えてってわけじゃないんですけどね、そのやるべきこと、やらなきゃいけないこと、やりたいことみたいなですね、ちゃんとこうまとめて、取り込んでいきたいなと、取り組んでいこうかなと、思っている次第でございます。その新しい生活、2018年から始まったそのお店との兼ね合いとか、あとまあその歌い手の活動の仕方とか、なんかそういったものがね、だいぶそのリズムがつかめているところがあるので、暗中模索というか、ウォーサオーというか、そういうわけではなく、割とね、バランスが取れるようになってきているので、ちょっとその辺のバランスも様子を見ながら、もうちょっと、自分らしくいこうかなという感じでございます。全力で俺、全力で俺。そうですね。詰まるところ、自分にできることをちゃんとやろうということですね。自分にできることをちゃんとやろう。なので、このチャンネル動画更新はもちろんですけども、歌い手の動画更新だったりとか、ライブ活動だったりとか、まあ、そういったこと、その自分がね、その視聴者の皆さんとかファンの皆さんに還元できることはちゃんとやっていこうと、思っているところでございます。歌い手の更新もちゃんとやる、ギターのレッスンチャンネルもちゃんとやる、でなおかつギターの練習もちゃんとやるって感じですね。2018年、ちょっといろいろ言い訳がましくなってしまうんですけどもね、本当なんかバタバタしちゃってて、ギターの練習とかも全然できなかったですからね。本当はもっともっと上手くなりたいんですけども、なかなか練習する時間が取れず、ちょっとおざなりになってしまったところがあるので、もうちょっと攻められたなと思うんですよ。振り返ればもっとできたなと、もっと攻められたなと。そんなに遊んでたわけじゃないんですけどね、ちょっと無駄な時間を過ごしてしまったりとかして、ちょっくら全力が出し切れたとは言い難い1位になったんですよ。頑張ってたけどね結構頑張ったつもりですけどもね、もうちょっと攻められた気がするんです。なんで2019年は、それをもうちょっと、しっかりと攻められるところは攻めて、緩めるところはしっかり緩めて、やっていきたいなというところです。ちょっと詳細は決まったいんですけども、そのギターをちゃんと弾くっていうプロジェクトをやるにあたって、この滝沢克成っていう名前のチャンネルとはちょっとまた別にですね、そのギター演奏だけのチャンネルを作ろうかなと実は思っていたりとかします。やっぱギターレッスンチャンネルっていうとさ、やっぱりこう日本語で説明してるからさ、どうしてもやっぱ日本人向けになっちゃってさ、でもそうじゃなくて、なんかこの演奏だけだとさ、やっぱりその言葉を超えたりとかするし、ね、結構海外の人とかでもね、見てくれたりとかするし、なんかそういったコンテンツみたいなのを作って海外の人に見てもらうチャンスを増やしたりとか、あと単純にそのね、あの BGM として使ってもらえるような、そういう弾いてみた動画じゃないけど、そのソロギターだけで構成されたような、チャンネルを作ろうかななんて思ったりとかしております。ちょっといつ頃からそれは指導になるかまだ未定なんですけども、その辺も楽しみにしていただけますなら幸いでございます。いや、気がつけば2019年やってきたなっていう思いが本当にもういっぱいですね。
そうですね、まあ、とりあえずさっきも言いました通り、全力で俺ということですよ。全力で俺ができることをちゃんとしっかりとやっていくという書き初めでございました。2019年は、たくさんのコンテンツ、たくさんの動画、たくさんの演奏、たくさんの音楽を視聴者の皆さん、ファンの皆様にお届けできるように頑張っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いしますということです。でまたちょっと一つ、ご連絡がありまして、2018年の3月、4月かな ?4 月ぐらいから、私たち滝沢勝成と石川美穂、つまり歌イーストは、IP エンターテイメントっていうね、そのレーベルに所属をして、まあ、いわゆるそのインディーズの形だったんですけれども、ちょっといろいろあって、会社と、相談というか、会社と話し合いをして、まあ、インディーズレーベルを抜けることになりまして、まあ、別に悪い意味じゃなくね、その喧嘩したわけじゃなくて、なんかお互いにちょっと一回離れてやってみた方がいいんじゃないかっていうことで、離れることになりまして、それが意味するのは、つまり、歌い室でやり放題ということでございます。会社通さなくていいから、歌い室の活動がこれからですね、また活発になってくるような気がします。去年はね、あんまり巡業とかたくさん行けなかったけども、今年はバリバリと、巡業とかも行きますし、歌い室をで巡業行くこともあれば、僕一人で巡業行くこともあれば、歌い室でアルバムを作ることもあれば、僕一人のソロアルバムを作ることもあればっていう感じになってくるかなと。もうそういったね、しがらみみたいなのがどんどんなくなってきているので、なくなった分自由に、自分のやりたいことを忠実に、そして皆さんにできることを忠実に、つまり自分に全力で全力で俺ができるように、頑張っていこうかなと思っておりますので、今年も2019年1年滝沢勝成をよろしくお願いしますということでございます。いやーいろんなことがあったな2018年は。ほんまに、とりあえずまあこのチャンネルは週に1回土曜日にレッスン動画を更新して、で日曜日は、毎週恒例の日曜日の夜ですを、続けていこうかなと思いますので、2019年も楽しみにしておいてくださいませ。サブチャンネル、サブチャンネル、どっちがメインだか分かんないですけどもね、その演奏だけのチャンネルも立ち上げると思いますので、ぜひそちらの方もスタートしたら、ぜひチャンネル登録、フォローの方お願いしますということです。それでは、とりあえずまあ今回の動画はここまでになりますけれども、今年も1年よろしくお願いします。2019年、一緒に、良い年にしていきましょう。それでは、さよなら、バーハイ、さよなら、アハハハ。